お疲れ様です。それではね、第16週目の見通しについてお話ししていこうと思います。第16週目は4月15日から19日までです。で、スタートする値動きは153円ということでね、これおそらくね、介入があるんではないかなというふうに強く思っております。で、こういった介入があるかもしれないなっていうふうに強く思うときってのは、これ私ね、今までね、トレードと解説動画をしてきて、初めてですよね。うん あの、介入があるかもねぐらいで実際にあったっていうレベルのことはあるんですよ。でも今回は152円付近で介入があるだろうなと思って一気に153円を超えましたんでね。これ、先週の金曜日に介入がなかったのが不思議なぐらいなんですよね。まあ、とはいっても相場にはどんなことが起こるのかわかりませんし、特に介入なんてのは、あの、マーケットを見るだけではわからないんですよね。結局財務省なり、その他の担当者の もう心持ち一つですから、それが予測できたらね、こんな楽なことはないんですけどもね。ということで16週目はね、介入がいつも頭の中にある状態でトレードすることになりますので、はっきり言って介入の予定なんてこのカレンダーに載ってませんのでね。だから先週のように、今週のこの見通しってのが、まあほぼ当てにならないなと。 いう前提でちょっとお話し,します。なんと無責任な話ですけどね。まあでも、介入がないことを前提とするとどういうふうに見ていくのか。まあこういったこともね、えー、やっぱり忘れずにお話ししていこうと思います。まずは月曜日15日ですけども、朝は軽い材料から始まって、21時30分のアメリカのこちらのね、小売,売上高。こちらの方は大きなインパクトになると思います。ですので、月曜日単体でマーケットを見ることになると思います。で、火曜日は朝、 特に日米の材料はありません。夜のアメリカの材料もそんなに強いものがねないんですけども、実はもう水曜日に入っちゃうんですけども、これ26時15分ですよね。深夜2時15分に FRB の発言がありますので、こちらの方がどうかなってことはチェックしなければなりません。つまりここまでで月曜日単体、火曜日単体というふうにマーケットを見ることになると思います。 で、深夜2時15分の FRB が終わりましたら、水曜日がまた新しくスタートします。えー、こちらの FRB の発言の後、朝までに、まあ、ちょうど調整の時間がありますんでね、水曜日は割とテクニカルな一日を送れるんではなかろうかと思います。ですので、水曜日はね、えー、従来通り最も取りやすい日になるんじゃないかなってところですね。だからこういう時に介入がボンと入りそうですよね。<laughs> まあでも、介入のタイミングはわかりません。わかる人誰もいないと思うんですけども。 はい。そして、同じ水曜日の深夜ですけども、アメリカの材料が日をまたいで出ますので、うん、そんなに強くはないんですけども、木曜日は木曜日で、また、改めてマーケットを設定しなければいけないかなと思いますね。特に大きく、この材料で揺れがないようでしたら、水、木と連続しますので、木曜日もテクニカルで取りやすい日になると考えられます。ですね、月曜日単体、火曜日単体、水、木があって、 で、そして金曜日があるって感じですよね。金曜日は朝から巨大材料出ますので、えー、難易度がかなり高いです。金曜日はちょっとトレードに向かない一日になるかもしれません。CPI ってのはいつも大きく揺れますからね。まあ、それにしても、消費者物価指数でしょ。うん。やりにくくなりましたね、日本で生きていくのも <laughs>。はい。えー、という感じで金曜日終わりますつで、えー、16週目ですかこんなとこですかね。はい。じゃあ、次週もよろしくお願いします。